ショップを開いて連中を片付けましょう。バックパックを発見、レベル4よ。ご視聴ありがとうございます。ボスビックです。エイペックスレジェンド、今回の動画怪盗老婆、老婆で保管庫アイテム取れるのか検証してみたいと思います。では早速保管庫の近くに着地していく。あ、アルティメット促進剤をゲット。これでパパッとウルトを貯めて早速ブラックマーケットで取れるのかをね検証してみたいと思います。いや楽しみですね。これ取れたらめっちゃ強くないですか。鍵いらないからね。まあアーマーたまになかったり外れの時もあるけど、大抵金アーマー、まあ紫アーマーない時もあるけどほぼほぼあるから、保管庫はこれは期待できるんじゃないでしょうか。あと1個欲しいね、アルティメット促進剤。これで味方も全員2個取れるじゃないですか、ブラックマーケットで。これが味方も2個取れたらかなり強くないですか、老婆。あ、ヘルメットね。ヘルメット。取れない。取れた。アルティメット促進剤。アルティメット促進剤。あと1個。とりあえず1個起動しておきます。これ何パーぐらいいくんだろう。ああ、まあまあ。まあまあいってる。よし、見つけた。2個目。じゃあこれでもう溜まるんで、早速味方を誘導していきたいと思います。味方も取れるかな。まあ何せ村なんでこう案内しないといけないですね。こっちよ。道を間違えました。こっちだ。さあ来た。こっちよ。まあここら辺からでもまあ間に合うけど、中の状態を見たいですもんね。近くに行って起動します。よし。あー、金アーマーある。金ベスあるな。よし。さあ、どうなるかな。取れるな、これ。でも、鍵マークあるね。ちょ、味方取れんのかな。リングは遠いわ。こっちにブラックマーケットよ。ショッピングはいかが。取んないな。遠慮してんのか。いや、でも、紫アーマーもあるから。あ、そっち取った。私がついてるわ。安心なさい。あ、取れないのか、味方は中は。保管庫の中は。取っちゃいます。なにこれ。はい。え、なに。え。警告音。あ、もしかしてもうこの味方は知ってたのかな。一人取ったら、ブラックマーケットが壊れてしまうことを。黙りなさい、この悪魔。多分知ってたんだね、これ、味方。知ってたんだ。もうやったんだな。実験済みなんだこれ多分。え、それか老婆しか取れないとかそういうのあんのかな。入れないね。あ、もう溜まりそうなんで、このベストを味方にあげて、紫あったんで取りに行ってみましょう。仲間にはベストを尽くしたいの。まあ、同じ場所で2回盗めるのかっていうのもね気になるんで、同じ場所で2回盗んでみよう。よし、着いた。果たして取れるかな。あ、取れるっぽいですね。これで紫。あ、同じだわ。2回目も同じですね。あのガスはブラックマーケット破壊されて発動しちゃってんだ。違う保管庫でも盗んでみよう。では怪盗老婆行かせていただきます。違う場所ではまた違った反応が見れるんじゃないかな。まあ同じでしょうね。アーマーないから、まあ、バックパックあげようか、この味方にね。味方にあげよう。あ、同じだわ。
違う場所も一緒でしたね。変化なしということですね。バックパックを発見。どうぞ使ってください。金バックを使ってください。コースティックちょっとかわいそうになってきた。まあいいか。誰のおかげか忘れないでよね。ガストラップを設置する。あ、蹴ってる、ね、俺も蹴っちゃう。これ入れないし。いるな、やばい、味方にやられちゃう。やばいなこれ。なんで下降りちゃったかな。あ、味方のウルトで弾かれてしまった。やばい、やばいぞ。お、ニックキ、ニックキレベナントいる。お前は黙りなさい、この悪魔。あとはミラージュ、ミラージュ。お前回復終わっちゃった。うわ、まあ、まずいね。いや、まずいね、これ。とりあえず蘇生したいけど、セルだけ入れるわ、一回。すぐ来そうだな、すぐ来そう。あ、来てる。まずい、ガスのおかげでおデブちゃんを待ってください。よし、まあ、いつかね、あの保管庫をね、空にしときたいですね。だ、検証結果、一つだけ盗める。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ボスビッグでした。さようなら。